こんにちは、小野田さん。メッセージをありがとうございます。なんかいつもね、東京タワーがバックに見える雰囲気でいいですね。まさにイケてるビジネスマンって感じじゃないですか。私の方は隠居しているこのね、日本家屋の中からお送りするわけなんですけども、今日もなんとなく雑然としてると言いますか、ちょっと年寄り臭いと言いますかね、年相応というか、昭和の匂いプンプンでございます。まあ多分ご存知かもしれませんけども、小野里さんね、男子3日合わざれば刮目してみよっていう言葉知ってますかね。これはどういうことかっていうと、男の成長は早いから3日合わなかったら油断するなよと、用心してそいつを見た方がいいぞっていう言葉なんですよ。昔剣豪の話じゃなかったかなと思うんですよ、言葉としては。パンパーンとね、剣で打ち合って、まあお相手だったんですよね。まあそれで3日後にもう1回再試合をした時、相手がね、むちゃくちゃ強くなってたんですよ。で、なんだこれと思ったら、そういうふうに、いや、男ってのはね、3日合わなかったら別人のように進化してるんだよと。お前は何もしなかったから、だから負けたんだみたいなね。そんなことだったと思うんですよ。だからね、私、土屋塾の報告会に行くときっていうのは、そこに行くたんびに、土屋さんに会うたんびに、俺はこれをやったみたいなね、お土産を持っていこうというふうにいつも思っていたんですよ。セミナーをガンガンやりましたよとかね、売り上げをこんだけ上げましたよとかね。たくさんの人に、来てもらいましたよ。もしくは自分の弟子が一本立ちしましたよ、みたいなね。だから、いつプレゼンをやるって言われても、みんなの前でいくらでも新しいことを喋ることができる。そんなね、まあ、広島から出てきた久保哲郎だったんじゃないかなと思いますよね。まあ、小野里さんは新しいことがどん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 出てくるような人で、もう私から見るとね、もう最初からすごい人だったんですよね。最初からすごい人なんで、同時に、小野里さんに、負けるかみたいなね。絶対に肩を並べるんだみたいな気持ちがありました。これはね、小野里さんを、別に下に見てるわけでも何でもなくって、みんな対等だと思ったんですよ。頑張りで対等になるはずだと。その頑張りをどうするかが工夫であり、ビジネスだと私は思ってるんで、小野里さんね、もう叶わないなと思うのと同時に、だからこそ追いついて追い抜いてやろうみたいな気持ちがやっぱ同時に出てくるんですよね。だから私は、素直に人のスキルが高いことは認めますけども、白旗はあげないと。だったら俺もそうなってやるみたいな、ね、気持ちがね、まさにザ・昭和でございますよね。まあ、小野里さんの前回の動画、1時間ほどだったですかね。なんかね、土屋塾の動画を思い出しましたよ。土屋塾のフリーの動画っていうのは、1時間ぐらいの無料動画があって、前半30分、後半30分で、なんかコメントを書いたら後半の動画が見れるみたいな、そんなね、立て付けになっていて、コメント欄を私も一生懸命埋めたもんですけども、それを思い出しましたよね。あの時の土屋塾の動画も長かった。1時間が常にあったみたいな感じでね。印象に残ってるのは、土屋さんがノウハウコレクターとして自分自身を紹介してる例で、5000万円ぐらい使っていろんなね、DVD とか資料を買ったのを、ずっとこう紹介してるやつですよ。ちょっとやそっとでノウハウコレクターで自称するなみたいなね。いや、僕ノウハウコレクターでもう300万を損しましたって人がもう言えなくなっちゃったみたいなことがありましたね。そしてもう一個印象に残ったのは、土屋塾のフォーラップ勉強会で参加者一人ってやつです。参加者一人が来て、その一人のために一生懸命やってる姿を見てね、私も一人でも来たらすごいんだなと思いましたし、あと考え方を変えないといけないなっていうのの第一発目がセミナーですよ。で、私もセルフバックをずっとやりながら、コンテンツをね、ナンバーファイブまで見たところで、土屋さんにセミナーをやりたいっていうふうにメールを送ったら、ザ、17のコンテンツを見なさいっていうふうに言われたんで、17すっ飛んで見たわけですよ。うん。で、17にセミナービジネスっていうのがあったんで、すぐにそれを真似して始めたんですけども、そこでやっぱりね、先入観を取らなくちゃいけないなっていうのは、セミナービジネスだから、最低一人でも来てもらわなくちゃいけないっていうのがあったんですよ。で、それがあるから多くの人は、いや、自分がやってもセミナー誰も来ないかもしれないよって形で、やるのが遅れちゃうってことが一つあると思うんですよね。でも私はそこで、待てよと思ったことがあります。コンテンツの中にもありましたけども、セミナービジネスをしてね、セミナーで集客して誰も来なかったらどうする？それは、その分野を撮影して自分がセミナーをね、会場が埋まってる状態だと想定して、もう自由にやるとセミナーを。で、それを録画したものを売ればいいじゃないか、とかね。次にセミナーやるときは、前回のセミナー内容の動画をプレゼントしますみたいなことをやれば、全然無駄にならないし、それは自分のセミナーを撮影する回にしても全然いいんだよと。だから、集客して誰も来ない。全然 OK。1人全然 OK。10人全然 OK。50人全然 OK。何人でもできるんだってところで、私も、自信を持ってできたところがありますよね。最初にね、私もセミナーも人を呼べるとは思ってなかったんでね。でも実際やってみたら30人ぐらいやっぱり田舎でも来るんですよ。そこは、
どれだけの発信をしてるか、どれだけ自分が気づかれてるかってことだと思いますし、自分が発信するたびにこんなことをやったんだ、もしくはこんなことをやりたいんだっていうふうな自分の意思とか、それからやってきたことをきっちりと表現することかなと思うんですよ。あとは自分の失敗をね、表現してもいいかなと思うんですけどね。だからあんまりこだわらずに、まず行動することから始まるのかなと思いました。で、小野沢さんが言われたように、確かに質問のことですよ。答える価値のある質問をしないといけないなと思ったんで、どんな質問をしたらこの人は喜ぶだろうな、もしくは自分がした質問をよそでも、実はこんな質問があったんでこう答えましたみたいに引用してもらえるような質問をこっちも作っていかないといけないなっていうふうに思ってたんですよね。で、質問っていうのは質問であるように、どちらかというと自分の発表の場、自分が目立つ場なんですよ。だから質問をして、その答えてくれる土屋さんなら土屋さんに回答をいただくことによって、私と土屋さんの対談が成り立ってるっていう、その瞬間でもね。それをみんなに見てもらって、あいついつも質問するよね。そして、あいつの質問っていつも俺たちの疑問に答えてくれてる、代弁者になってくれてるよね。いい質問するな、みたいになっていけばいいのかなと思いますけども。でも大体がね、質問がどうしてもくだらないこと。本当に、小野沢さんも。いや、小野沢さん。この後ね、くだらない質問の後に、つらつらと喋ってるところが結構面白かったんですけども、なんか、録画ボタン押されてなかったんで、後撮りでこれ入れてます。挿入してます。この動画の後にパート3をつなげてますから、多少ね、つじつま合わないかもしれませんけども、まあね、ここで私が思い出せないところもあるんで、新しくね、お話しさせていただくと、前回の小野沢さんの動画っていうのは、1時間ほどありましたけど、大学の講義みたいに、なんかね、すごくいいエッセンスが15分ごとにこうね、回転していって、あっという間に終わっちゃったような感じですよね。とてもじゃないけども、シャンパンをね、15本も開けて、二日酔いの明け方にこうね、トークしたと思えないですね。さすがですね。やっぱり若いですね、内臓もね。私はお酒をね、ほとんど飲まないんで、本当にこれ、どっかで行ったかな。これ一杯飲んだだけでもうね、もういいですみたいになっちゃうような感じなんですよ、今。ただまあ、今度東京に行った時は、そんな弱音も吐いてらんないんでね。しっかりと小野沢さんと一緒に、シャンパンでもワインでもちょっと飲んでみたいなと思いますんで、そういったところにちょっとね、ご案内ください。こういったところにね、なんですかね。私、キャバクラも5年も行けてないんですよ。行けてないっていうのは変な言い方ですけどもね。まあ、キャバクラ行くのがいいわけじゃないんですけどね。ホープ県でもいいんですけども。ホープ県ってまだ元気にやってますかね。なんかね、その小野沢さんの SNS 見てると、まあ、オリンピックとかコロナのことがちゃんと入ってて、で、最後は結局 LINE に誘導されてるところがすごいなと思いますよね。でもやっぱり私たち40代、50代っていうのは、パラダイムシフトのど真ん中にいますから、将来はいい会社に入って定年まで働くんだよ、みたいな、ことをね、考えながら小中高、大学と行って、実際に就職してみたら全然世の中変わってて、なんかね、弾き出されたように、この情報業界に仕方なくたどり着いたみたいなところが私ありますけども、まあでもね、どこでも身を立てる方法ってのはあるもんだなってのはね、感じますね。それをやっぱり40代50代に伝えていきたい。特に一人でできる人というよりも、ちょっとした手伝いがあったらできる人ね。一人ではできないんだけども、でも手を引いてあげると、ジョイントすると大きな力を生み出す人、こういう人にこれからも出会っていきたいなと思いますね。じゃあこの辺でパート2を終わらせていただいて、辻褄が合うかどうか分かりませんけども、パート3つなげますので、パート3もご覧ください。すいません、どうもよろしくお願いします。はい、すいません、リテイクが多くって、つなげて3つ目のフィルムになります。で、なんかコツコツビジネスはやっていかないといけないよっていうふうなことをよく言われますけども、コツコツ学んでいかないといけないですよね。その学ぶことってのは、商品の作り方も当然コツコツと学んでいかなくてはなりません。その中にはもしかしたらキャッチコピーとかデザインのスキルっていうのがあるかもしれませんけども、まずはね、どんな商品でもいいからもうリリースすることだと思うんですよ。いいものを作ろうとしてずっと商品棚に置いてない状態よりも、売れるか売れるか売れないか分かんないような、本当にね、二足三毛のものでも店頭にあることが大事だと思うんですよ。これをね、分かりやすく言うと、魚のタイを売り場に置きたくって、ずっと釣りをして釣れない釣れないって言ってる人よりも、まあ、目指しでも、イワシでも、何でもいいから店頭に置いといた方が、魚屋としては始まるよってことなんですよね。だからね、ビジネスをしようと思ったら、やっぱりね、発信をしていかなくちゃいけないですよね。その発信の積み重ねが、商品になっていくんで、
やった方がいいかなと思います、うん、そしてね、ノウハウですよね。ノウハウは何で学ぶかっていうと、ノウハウコレクターにならないために学ぶっていうのもありますし、そのどんなノウハウが今あって、それにいわゆる引っかかっちゃう人がいるのかってことです。ノウハウっていうのはね、誰にでも当てはまって、はい儲かりました一丁上がりってものではなくて、そのノウハウを自分なりにカスタマイズして儲けられるようにノウハウを再構築して使っていかなくちゃいけないんですよ。なぜなら人にはみんな違いがあるからなんですよね。同じノウハウを1000人の人が全部同じように結果を出せるわけないっていうのはそういうことなんですよ。やっぱ使い方なんですよ。だからこれはね、私もねちょっとね熱く語りたいんですけども、で今半次郎っていうのがねあるらしいんですけども、これでも稼げる人と稼げない人が私は出ると思うんですよ。ちょっとわからないですけどね、私が使ってるわけでも何でもないんで。でも今までいろんなノウハウが手法が出てきてね、ツールが出てきて、で絶対儲かるんだったらその一つだけで良くなるわけですよね。これ投資にしてもビジネスにしても。でも次々といろんな商品が出てくる。そして去年とか一昨年あれほど人気だった商品はどうなったんですかって言ったら、もうなくなってるんですよ。もう儲からなくなってるんですよ。じゃあ永遠に儲けれる人って何なのってことは、ブームがどうあろうと、社会状況がどうあろうと、商品がどうあろうと、ノウハウがあろうとなかろうと、必ず利益に結びつける人、これが絶対の儲ける人なんですよね。で長いこと生き残ってる人ってのはそれをやってるんですよ。いわゆる詐欺師みたいな人ってのは出てきて儲かるんだけども、一瞬で今度は二度と出てこれなくなっちゃうんですよね。じゃあこれが儲かったことなんですかってことになっちゃうんですよ。だからやっぱりノウハウは学ばなくちゃいけないし、別にノウハウコレクターになれたわけではないですけども、最低限その業界の商品とかね、価格とかフォローアップがどうなってるのかとか、どんな人がどんなものを売ってどんな結果を残してきたのか、いわゆる詐欺師は誰なのかってことも見極めていかないといけないのかなと思うんですよ。だから儲かりそうだから飛びつくんじゃなくって、儲けれるように自分が動くみたいな、この大きな差があるんですよね。そのために学んでいかなくちゃいけない。そして最大の学ぶもの、最高の最良のものっていうのは集客方法を学んでいかないと。まあ学ぶってことじゃないですよね。 YouTube、Instagram、SNS、もう Twitter とか山ほどあるわけですよ。学ぶこともなく発信できるものが。私も同じですからね。誰かに教わって始めたわけじゃなくて、教わりながら土屋塾ですからね。だから特別な能力を持った人が特別な結果を出すんではなくて、誰もがやってることを誰もがやめるときにやめないってことなのかなと思うんですよ。そうすると結局振り返ったら自分しかいないっていう世界ができるので、河川を抜くことができるのかなと思うんですよね、うん、あ、そうそう、ちょっと話全然変わりますけども、チャキちゃんですか、美容師の女の子ね、すごいですね。やっぱり小野里さんが評価されるほどの人だなと思いましたよ。話聞いてると、そんなすごい人なのかと思っちゃってね。で、まあちょっと厳しく言えば、その椅子取りゲームになっちゃってるかなと思うんですよ。要するにヘアメイクをしてほしい人っていうのは数に限りがあります。国内であり来れる人っていうね、その中で取り合ってるんで、チャキちゃんは儲かってるけども、他に椅子取りゲームにあぶれるスタイリストさんとかね、デザイナーさんいるんだろうなって気がしますよね。まあだからどうするって話なんですけども、別にどうもしないんですけども、そういう競争の面もあるし、市場を広げていく同業者との連携ってものも必要だったりっていうのがありますんで、そこについては何とも思わないんですけども、私が見たところ、これすごいノウハウだし、なんだな、これからもその社会を寄って立つようなね、大物になるんじゃないかなと思いましたけども、同時にまた弾かれる人が増えるんだろうなと。これで何が言いたいかというと、どの世界も二極化に向かっていくってことなんですよ。で、いろんな工夫で二極化の上位の方に食い込むように、私たちは日々努力しないと、一番以外は全部ビリみたいな、そんな二極ですからね。二極化っていうと、いい人4割、ちょっとまずい人 60% みたいなバランスでできてるみたいに考えちゃいますけども、そうじゃなくて、1% のいい人と 99% のビリ、二着とビリが同じって状態ですね。こういうふうな二極化が来るんではないかなとね。その美容師さんの話を聞きながら思いましたね。とてもここまでやってる人ね、いないですもんね。美容師だろうが理容師だろうが、ただ目の前のカットっていう作業に追われて帰ってきたら、ううって疲れてね、一杯飲むみたいなことだと思いますんで、それほど体系的にね、ビジネスとしてやってるってのはすごいなと思いました。ただやっぱ人数多いですよね。私たちからすると30人だったらやっぱ1人でできるし、なんなら100人でも1人でできるわけなんですよ。でも30数人のカスタマーに対して10人のスタッフがついてるっていうのは、これは人件費とか固定費から逃れられなくなっちゃうよねって話になっちゃうんですよね。あと決定権ですか。決定にも皆さんの意思が、スタッフさんの意思が必要になってくるんで、やっぱどっかで無理が来るのかなとかね。まあでもどっちにしてもそういうの差し引いてもすごい人ですよ、ちゃくちゃ。ぜひね、私もいい男にしていただきたいんで、
伺う2ヶ月前から髪をね切らずに伸ばして色だけ黒く染めて伺おうかと思いますんで、よろしくお願いします。私もねイケてる50歳を目指したいと思いますんで、また一から男修行していきます。まあ、このままだとね単なるね田舎にくたびれたよくわかんない人ですからねはい、で、小野田さんが言われた話で一番今回ね心を込めていかないといけないのは、一人でできる人はいいと、そいつはほっといても勝手に自分の問題を自分で解決していく。で、目を向けないといけないのは一人じゃできない人ね、誰かに盛り立ててもらわないとできない人とか、みんなと一緒ならやるよみたいな人ですよね。いわゆる日本っていうのは良くも悪くもサラリーマンが育ちやすい土壌なんですよね。きっとみんなと同じことを一定の責任と権限を与えられるんだけども、最終的には自分は組織の駒としてやってるだけなんで、まあリターンも少ないけども責任も少ないみたいなね、そういう、真面目な人に向いてるんじゃないですかね。みんなと同じことをできる協調性とか向いてると思うんですよ。ただ残念ながらこれからはそういう人はテクノロジーが代替してしまうと思うんですよ。だって自己判断せずにほとんど自分の言われたことをやって決まったことをやる、決まってないことはできないし言われてないことはやらないっていう人でいいんだったら、それは人間じゃなくても機械がやれますよってことになっちゃいますよね。だから人間はたまには無茶をして、たまには感情にほどされて、そういうふうなね計算では導き出せないような行動をしてしまう人におそらく軍配が結局上がるんだろうと思います。特に自分を見せるようなね、こうやって YouTuber とか営業の仕事は高いけどあんたから買うよっていうふうに言わせるのが仕事になってきますからね。お客さんは何でもかんでも価格で見てるわけじゃないんですよ。質が同じなら価格でも、価格がこっちの方が高いってことは高い質を求めてるんですよね、そっちに。でそれに応えれるかどうかっていうのがビジネスをしている人の責務になってきますんで、やっぱりねできない人っていうのがいるわけなんですけども、その人はその人でね、あと何かちょっとしたきっかけがあればできるんだと思うんで、私もこれからねジョイントをしていこうかなと思ってます。もうすでに8月すぐのジョイントは決まっていて、まあズーム対談をするのも一つのね、その理由なんですけども、やっぱり一人でできない人、ちょっとだけ下駄を履かしたら大化けする人から順番に何とかしていこうかなというふうなのが私で、はっきり言って何もかもね否定的な人っていうのは自分の脳も侵されますし時間ももったいないんで、それはちょっと後回しになっちゃうかなと。ただ同時にそういう人をうまく活かせることができれば大きな他の人への励みになるし、まあ吉田さんがねよく言われるんですけども、吉田さんはね自分自身のことを人前で私が自分が一番バカだよっていうわけなんですよ。でも一番バカだけども一番稼いでます、だからバカでも稼げるんですよってことで、多くの方にまあね口は悪いかもしれないけども自信を持たせてあげてるんですよね、きっとね。だからそういう意味で私も熟成さんで出来が悪いから出来損ないだからって言って終わりじゃなくって、じゃあそういう人を育てることができたらどのぐらいの人が希望を持つだろうかみたいなね、そういうふうな付き合い方もこれから広げていかないといけないなと思ったんですよ。だからね、たまたま成果を上げた人を、いやうちの熟成ですって言うつもりは私はこれさらさらないんですけども、ただやっぱりね何かで自分にもできたんだとかっていう希望を与えるために男子3日会わざれば帰りますけども、まあ3日会わなかったら本当に化けたよっていう人になんかね一人でも多く育てていきたいなと思いますよね。あとあれですか、 YouTuber のなんか久保さんっていう方がいらっしゃるんですか。これすごいじゃないですか。なんかね1000人になるまで小野田さんに会いませんみたいなことを言うのはやっぱり変な人ですよ。でも変な人の方がなんかインパクト残るし、こうやって実際噂話してるわけじゃないですか。だから変な人でいるってすごく大事なんですよ。それこそ迷惑をかけたり人を傷つけちゃってダメだけども、でも変な人でいるってなんかむちゃくちゃいいことなんじゃないかなと思いますよね。私もなんか、ね、吉谷さんから見ると変な人だったらしいんですよ。ライブ中にコメントしか書かない変な人みたいなね、広島の久保ですって変な人、ライブ放送になんか質問を書いてきて、吉谷さん、山口さん、そして番組をご覧の皆様こんばんは、広島の久保ですみたいな書き出しをね私が書いてて、それをだから読ましてるんですよね、番組の中で、ライブ放送の中で。そうすると他の人も聞いて変な人が質問してきてるようになるわけですよね。要するに私は間接的に目立つところからだんだん集客ってのをまあやるようになってきたわけなんですけども、そのね久保さんっていうもう一人の変な人、渋谷のなんていうか変な人、すごいですよね。 YouTube の更新がないのにチャンネル登録が1000人超えるとか、いやこれはこれでね一目置かないといけないですよね。大好きですよそういう人。私もね実はねメルマガの読者2万人
にしたのは、1年で2万人にしたのは、ほとんど一人一人手で拾っていったんですよ。異業種交流会に行ったら30人ぐらいの出席者がいるから、みんなに登録してもらったんですよ。メルマガ登録してくださいって感じで。それでしたらスマホこうやって見てますかね、こうやって登録、あ、そうやって押してくださいですかね。で登録してもらったら、次の日には、昨日ランチ会で登録してくださった方ありがとうございますと、何々さんはどういう感じでしたねみたいな感じで、匿名で一人一人紹介するみたいなことを地道に繰り返したりとかしてね、メルマガの充実度を測ってきたわけなんですけども、さすがに YouTube 登録してもらって動画の更新がないってことになると忘れられちゃうんじゃないかなというふうに思います。でも肝心なのは、そうやって行動する人、一人でも行動できる人から順番に目をかけられていくよってことですよね。これは間違いないですよね。小野沢さんもきっとそういうふうに思いだし、吉谷さんもそう思ってると思います。目指すこととか変なことする人って、私たちね、もう出会いたいんですよ、本当に。普通な人でもいいんですけども、どちらかというと、いや、俺もできんわ、ここまでは、みたいな人に出会う。そのね、驚きがきっと信頼とかビジネスとか期待につながると思うんでね。まあ、小野沢さんが私にね、まだなんかを期待してくれてるのかどうかわかりませんけども、新橋で飲みましょうね。まあ、なんていうんですかね。以前はなんか女の子の話をしたような気がしましたよね。小野沢さんって若いんですよ、なんか。かっこいいしね。まさに、インタビュアー向きっていうかね。あの顔で説明されると、ついつい、この人が言うんだったら大丈夫だろうっていうふうに思っちゃうし、私もなんかね、未だに小野沢さんの紹介の商品とかね、なんか E ファイルとか、なんかね、買いましたしね。ラックトリプル8とか、レイナインですか、あれも買ったりとかね。やっぱ、あ、なるほどね、と。こういったものがあるんだとか、こういう人が関わってるんだとか、あ、こういうふうな状態になっちゃうんだみたいなね、すごく学びがありまして、今でもね、よく動画の方見させてもらってます。はい。まあ私もね、小野沢さんの動画に返そうと思うと、なんかピンポイントでこれについて答えましたってことにならずに、本当雑談みたいになっちゃいましたけども、まあ雑談ですもんね。まあビール飲みながら、あ、そうそう、シャンペンを15本あげたってすごいですね。8人とはいえ。いや、私ね、コップ一杯のビールでももう十分ですよ、今。だから、内臓も若いんでしょうね、きっとね。私もね、だから健康診断をこまめに受けて、体に悪いことは極力しないようにしてるんですよ。なんか、睡眠不足とかね。だから重労働とかね。本当になんかこう、子供との20歳差がありますから。20歳差違うぞ。50歳差か。およそ50歳差ですよ、私は大和くんと。だからね、この目の黒いうちはとよく言いますけども、黒いままで痛いですよね、本当に。だから健康にもものすごく気を使ってます。で、最後になりますけども、私は今ね、ものすごく家族と過ごすことが楽しいんですよ。なんかね、家族を優先するがあまり他のことがなんかね、見えなくなっちゃったというか、できなくなっちゃったところもありますけども、私の求めてた暮らし、幸せな暮らしっていうのは、まさに昭和の10代、20代が将来はこうなりたいなと思ったモデルそのままなんですよね。それは私結構心地よかったです。だからそういう意味で言うと、なんかね、サラリーマン精神ってすごくいいんじゃないかなと思いますよね。私もだからサラリーマンみたいなもんなんですよ、今。あ、全然違うって、全然違いますね、全然違うな。まあいいや、この偏差が、まあ土屋塾ということでね、土屋塾変態募集ですからね。あのメーリングリストも今たまに更新されてるみたいですけども、楽しいですね。はい、じゃあこのぐらいにしておきましょうか。特にね、まとまったで、テーマでお話したわけではないんですけども、まあ言ってみれば、50代を若くあれぐらいにしておきましょうかね。ぜひね、私も5歳10歳若くしてください。思えばキムタクも同い年ですから、イケてる40代、イケてる50代、もうおじさんとは呼ばせないみたいな、そんな40代50代になっていかないけんですね。まあ男の人生で大半がおじさんですからね。まあおじさんなんでしょうけども、でも小野沢さんのように若い女性に恋をして、まあしてるかどうかわかんないですけども、ドーパミンパンパン出して ね本当に楽しく生きていく、そういう姿を見て若い人たちも夢を持つんじゃないかなと思います。だって若い人に夢がないって我々の背中を見てそう思うわけですからね。だから私たち一人一人が腐ることなく自由に喜び満ちた毎日を作り出していけば、そしてその中で自ら楽しんでいけば、あ、やっぱり大人っていいなとか、40代ならこれだよね、50代これだよね、みたいなね。で、小野田さん、私ね、ナイト2000仕様のトランザムが今車検出してるんですけども、埼玉にあるんですけども、これが1台でしょ。で、ミニバンの、ベルファイアがあるんですよ。ベルファイア。で、
昨日納車されたセルシオ、ね、これがあるんですけども、私車好きですね、やっぱりね。あの乗らないんですよ、ほとんど。持ちたいんですよ。でずっとお金がないんでこの欲望に気づかなかったんですけども、お金の余裕があると自分が今手に入れたいものをとりあえず買うじゃないですか。その結果私はこんな感じになったってことなんですよ。まあ実はね、あの南の帝王の万田銀次郎のベンツも探してたんですけども、ちょっと見つからなかったのと、まあベンツいっかみたいな感じになってね、で、素直に自分の心に聞いてみたらトヨタだろうってことでね、セルシオにしました。まあなんかね、車、小野田さんはベンツ乗っててかっこいいですけどもね、私はまあ田舎道なんでこれがちょうどいいかなとこの広大な土地で3台持ちというね、4台持ちか軽自動車もあるんで、はい、まあなんか好きなことを好きな時にできる、まあそれが40代50代の私の目指していた生き方かなと思いますね。本当に何かに拘束されてることはなくて、家族がいるから何かができないってこともなくて、逆に家族がいるからいろんなエネルギーがもらえてるかなっていうのと、いろんな行動原理がもらえてるかなと。最大のものはね、貧乏になりたくないっていう気持ちがあるんですよ、家族のために。これには本当に助けられてますね。私が勝手に思ってるんですけども、私独身だったらどうしてたかな独身だったらまあね、もっともっとね、なんか単なるあれですよ渋谷通いだったと思いますよいや本当にね、渋谷ギャルを狙ってたかもしれません。古いですね、渋谷ギャルっていうのも。まあ分かりませんけども、なんていうんですかね、いつまでも若くてたくましい、そんな男でいたいなと思います。うん、その辺小野田さんにいろいろと教えてもらおうかなっていうところですね、これからね。それではよろしく、メカドッグ、いってらっしゃい。